んた、今日が誕生日でしょ。スペさんたちがお祝いの準備してるから予定開けときなさいよね。あー、もうガキじゃねえんだし、誕生会とか気持ちだけでいいんだけどな。あっそ、じゃあ中止してもらうよ。みんなにも言ってくるわ。わっ、せっかく用意してくれたのに断るなんてできるわけねえだろ。はあ、祝ってほしいならカッコつけてないでそう言いなさいよね。まったく素直じゃないんだから。お前が言うかそれ。何よ、私はいつだって素直でしょ。はあ、だったら試しに素直に俺のこと祝ってみろよ。はっ、おめでとう。もう子供じゃないんだし、少しは落ち着きを覚えたら。それのどこが素直なんだよ、このひねくれもん。なんですって。